じゃあこんにちは、ゆだかさん。おはよう。あの野球のプロ野球の選手たちって大体何歳ぐらいか、はい、が一番こう脂が乗ってて、何歳以上になるとベテランとかっていうのはあるんですか？まあ、人それぞれだな、それはな。うーん、やっぱ扱いもあるしさ、球団の、はい、うん、でも一番やっぱ脂が乗り切っていい感じっていうのは、おそらく28ぐらいから33ぐらいまでじゃない？あ、28から33、結構 狭いというか、まあ、5年間ぐらい、5年間ぐらい。じゃあ、まあ、やっぱ精神的にも大人になるし、はい、だから、まあ、体もまだ動くし、うんうんうん、まあ、それ以上になってくるとやっぱこう日頃鍛えてるかどうかだよね。じゃあベテランっていうのは大体30どのぐらい5とか、まあ、ベテランっていうのはさ、30歳超えたらベテラン扱いされる人間もいるしさ、うんうんうん、特別待遇でね。だけどまあ大体33ぐらいからじゃないの。33ぐらいから。いやでも、まあ、あの一般社会で言ったらまだまだその若造と言われる。そりゃそうだよ、ね、そうですね。だから人生凝縮してるんだっつ、野球選手。野球選手はね、ぎゅっと。スポーツ選手ってそうですよね。1年で5年、1年で5歳年取るから、うん、10年間やったら50歳になってるから。もうちょっともう初老とは言わないですけど。そうだよ、もう。いや、そういう感覚になるって。あ、そうなんですね。そうそう。ねえ、ちょっと35歳以上の現役のプロ野球選手ってどのぐらいいるのかなって資料で出してみたんですけど、うん、結構35歳以上でバリバリレギュラーでやってる方多くないですか、見たら。まあ、いるよね。まあ、最年長が阪神の福留選手、42歳なんですよ。はいはいはい、すごい、42歳、外野手。まあ、35歳で縛れば、今年35になる年とかじゃなくてね、はい、58人いるんだよね。います、います、はい。58人ね。58人。うん、だから、まあまあ58人って言ったらやっぱり寿命が長くなったよね。昔ってどのぐらいですか？昔は大体ね、36歳前後で引退してたよ。はい、そんなことを言ったら36歳前後の選手とか、だって青木宣親選手とか38ですよ。ねえ、まあ、すごい。今はもう体もやっぱりこう科学的に鍛えてるし、うん、だからそういう意味ではすごく長持ちになってきたよね。そうですよね。豊さん、まあ、35歳以上のバット選手をこう思い浮かべるとか見た中で、なんかこう印象的な選手とかって言いますか？あ、この選手すごいなとか。もうこの年だった。現役で。いや、そらさ、福留なんかやっぱまだ天才的なバッティング見せるしさ、うん、青木はしぶといし、うん、亀井はやっぱりこう優勝に貢献するとかさ、うん、やっぱこうまだまだ衰え知らずだよね、みんな。すごいですよね。やっぱチームとして必要とされてるよね、はい、本当にね。あとポジション別だと、うん、どの選手のどのポジションが一番こう寿命が長いというか、あれなんですかね。やっぱキャッチャーが一番寿命が長いでしょ。あ、座ってるから。いやいや、そうじゃなくて、やっぱ経験がいるところだから。ああ、そういう意味でか。で、次に外野手じゃない。で、内野手が、ね、内野手が疲れてくるよね、やっぱ。あ、やっぱあの姿勢とか俊敏さとか。うん、そうね。ピッチャーはどうですか？あ、ピッチャーはパワー系はもう落ちてってるよね、多分。あ、その球種でいろいろ球種別にこう使い分ける選手が長生きする。まあ、テクニックがある人だよね。あ、だから湯高さんが実はその石川投手とか前言っていた。そんなわけ。はい、そんなわけでですね、はいはい、ちょっと35歳以上の選手でチームを作ってみようと。まあ、チームな。はい。オーバー35。まあ、それで考えたよ、俺も。あ、考えましたよ、豊さん。それ考えるよ。結構いい選手 で揃いました。いや、これ、優勝もありえるかなっていうぐらいのチームになるよ。35以上でって、それすごいですよね。いや、ただ、年間通して長く戦えると、どっかでみんなバテるだろうなっていうメンバーばっかりだけどね。
で、そうですね、ベンチの控えもみんな35以上になっちゃいますからね。ただ技術は高いな、こうやって見改めて見ると。そうですね。じゃあ私も考えたんですけど、どっちからいきます？じゃあお前さらっといけばいい。それだ、お茶漬けみたいに言わないでくださいよ。いやいや、さらっとね。だってさ、この前さ、うん、なんかのチーム作った時に、うん、俺は絶対豊さんが勝つわっていうコメントばっかりでしょ。そうなんですよ。悔しい、はい、なんか切ないなと思って。じゃあいきますね、はいはい、先発がまず35歳岸投手、はい、でセットアッパー、はい、35歳増井投手、はい、クローザー、はい、39歳サファテ投手、はい、なるほど。で外国人入れんの、はい、入れます入れます。でもサファテはお前故障上がりだから分かんないぞ。わかんないですけど、なんか私の中のクローザーって言うとやっぱサファテなんですよね。はい。だから。はい。で、1番、ライト、37歳、亀井選手。うん。まあ、年はいいや。もう35歳って決まってるから。あ、いいですか。で、2番、はい、センター、青木選手。3番、ファースト、中村剛也選手。はい。で、4番が DH です。はい。バレンティン選手。バレンティン入れるんだ、はい、はい、DH で入れます。で、5番レフト福留選手、はいはい、で、6番にサード松田選手、はい、で、セカンド7番セカンド私鳥谷選手を入れます。お、はいはい、で、8番にキャッチャーの島選手、はい、で、9番がショート川島慶三選手です。なるほど、はい。あ、まあいい線いってんな。あ、いい線いってます今回は。じゃあ俺行くよ。あ、お願いします豊さん。じゃあピッチャー先発和田。おー、和田投手、はい、ソフトバンク、はい。で、中継ぎ、うん、岸。あ、中継ぎなんだ、はい、うん、で、抑えが藤川球児。あー、球児、はい、はい。で、キャッチャーがソフトバンク高谷。お、ソフトバンク高谷選手、はい、うん、バッティングいいからね。うん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 。で、ファースト、はい、おかわりくん、中村。あ、はい、おかわりくん、はい。で、セカンド、はい、川島慶三。おお、やっぱそっか、はい、うん。で、サードがマッチ、松田。あ、マッチね、はい、はいはい。ショートが、はい、楽天の藤田。ああ、藤田選手、はい。まあ、源田がうまいうまいって言われてるけど、はい、藤田も、うん、まあ、守備範囲とか考えるとあれだけど、うん、藤田は本当一時期日本一うまかったからね、守備は。はい、ここでやっぱ要を入れますね。あ、わかりました。そうですね、うん、で、レフト福留。お、レフト福留選手、はい、うん、で、センター青木。センター青木、はい。で、ライトに亀井。亀井、あー、やっぱ。で、DH は内川。DH は内川選手なんですね。まあ、あの、併用してもいいよね、おかわり君と使われる。あ、でき、あ、そっかそっか、できますもんね。で、打順が、うん、1番ライト亀井、1番ライト亀井、はい。2番センター青木、はい、もう、あ、一緒か。3番レフト福留。おお、はい。4番ファースト中村、はい。5番 DH 内川、うん、はい。6番サード松田、はい。7番キャッチャー高谷、うん、はい。8番セカンド川島、はい。9番ショート藤田、うん。なんか系統的に似てませんか豊さん、今回私たち。いや、まあ絞られてるからな。まあそうですね、30。だけどね、ポイントはね、やっぱね、はい、福留だとか青木だとか、まあ長野もいたりとかもするんだけど、そうなんですよね。まあそこら辺はね、そんなに変わらないんだよね。やっぱキャッチャーとやっぱショートっていうのがポイントなんだよ、やっぱ。ああ、センターライン、センターライン、セカンドもそう、はい、セカンド、はい。川島がじゃあショート本当にできるかって言ったら、うん、そう、俺できないと思うよ。そっか、なんかユーティリティっていうイメージがあったので。それはね、ある程度はこなせると思うよ。うんうん、うん。やっぱ、藤田の安定感とは違うと思う。鳥谷選手でもない。
鳥谷選手もショート、もう鳥谷はさ、やっぱショートの選手だよ、うん、うんうんうん、だから鳥谷でもいいんだけど、はい、やっぱ藤田のうまさを知ってる人って、うん、やっぱ藤田って言うよ。そうか、そうか、うん、でバッティングもまあちょっと鳥谷落ちちゃったしね、少しね、うん、ね、うん、まあロッテ行ってるからそこ、はい、ここからここもう一回花開くかもわかんないけど、うん、でも藤田は離れずにずっとやってるから、はい、でショートも守ってるしね、うんうんうん、あの年だ、だからまあね、どっちが勝つかね。今回本当にまだまだ選びたい選手がたくさんいたんですよ。例えばヤクルトの石川投手も入れたかったし、そうです、あと糸井選手だったりとか、本当にいるな、まあ、広島の石原選手もいるし、いや中地もさ、今年オープン戦めちゃくちゃ良かったからね、ホームラン打ってましたからね、結構。こう見ると35歳以上でも本当第一線で活躍してる選手たち多いですもんね。いや、やっぱりさ、雄平とかも坂口、はい、はい、ここら辺のヤクルト勢でもこの2人もね、やっぱ使ってメンバーに入ってもおかしくないし、外野手でそうですよね、雄平選手とか使いたいですもんね。そうそうそう、いやだからいい選手が、まあでもさ、この年になって、うん、うん、まだ球団に残ってるっていうのはやっぱりいい選手しか残ってないよ。そうですね、よく考えてみたら。でもこう見るとさ、はい、ヤクルトの外野手って結構年だな。いや、そうだ、青木選手とか雄平選手とか坂口選手とか、そうですよね、まあ、でもバリバリやってるっていうのは、その下の突き上げが来ないんですかね。まあ技術があるからね、あと若々しい、みんな、あ、その年に見えないってことですね。そうそうそう、それも大事なこと。そうですね。ね、じゃあちょっとコメント欄に、まあ、どっちにか、うん、なあ、どっちが勝つかコメント欄に。はい、はい、ぜひ。ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。